ではね、青山学院大学3年木村明奈君のレポートをお願いいたします。女王。あー、なんかここちょっと久しぶりなので。お、久しぶり。結構ボツが多かったんだね。そうですよ。いや、そうですよって俺が悪いみたいに、ね、ちゃんとみんなで審査してんですから。ねえ、そうですよ。 ねえが意味が分かんない。大丈夫ですか。今日はまあ OK ですから、はい、思う存分やってみてください。3219。はい、こんばんは。青山学院大学の木村明奈です。今回のレポートはこちら、細く長く。では VTR スタート。今日はこちら江ノ島にやってきました。江ノ島のてっぺんで何か面白い体験ができるということで、早速行ってみたいと思います。ほう。やってきたのはこちら江ノ島の頂上にあるサムエル・コッキング園です。園内にあるこちらの建物でその体験ができます。うん、ヒントその1、8、白い粉、不思議な包丁、わかりましたか？こちらではなんとそば打ち体験ができるんです。実は松本市と藤沢市が姉妹都市になって40年以上だから、ここでは松本市直送の美味しいそば粉を使っての体験ができるんです。重厚な趣のある蔵造りの建物の中では、こんな風に和気あいあいと教室が開かれています。さて早速私もチャレンジです。そば粉に水を加えて手で混ぜます。すると徐々に塊ができてくるんです。作業を続けること約20分。腰の痛さにも負けずにさらに混ぜること10分。本当だ、くっついた。だいたいもう、あとはまとまるまでひたすらこねます。できたっぽいです。次は伸ばす作業です。最初は手で、次に綿棒を使って伸ばします。最初は丸型に、次にひし形、最後は大きな四角い形にします。薄く伸ばしたら生地を3回折りたたんで、いよいよ切る作業です。一見簡単そうに見えますが、結構大変です。細すぎちゃったり太すぎちゃったり。やった、褒められちゃった。こちらが完成したおそばで持ち帰ることができます。参加者の方に感想を聞いてみました。はわりそうです。いい思い出になりました。最後に普段は600円で食べられる盛りそばをみんなでいただきました。二八そばといってそば粉が8割も入っているので、とても美味しいです。すごい美味しい。ちゃんとこう歯ごたえがあって締まってて、あとそば粉の味がすごいしっかりします。藤沢市経済部の近藤さんにお話を伺いました。初心者の方でも丁寧に指導してますので、いいおそばが売ってますから、どうぞお入れください。そば打ち体験は毎月第2第4水曜日、第3土曜日に行われています。人数制限があり抽選となることもありますので、こちら詳しいお申し込み方法は藤沢市観光協会 0466-554141 までお問い合わせください。普段は手打ちそばや信州名物の焼きなども食べられます。はい、これはどこから仕入れた情報ですか？これは前にそば打ち体験に参加したことがあって、すごい楽しかったので、みんなにも紹介したいなと思ってもう一回行ってきました。あれ食べたのは自分の？自分で作ったのは持って帰って、食べさせてもらうのはプロの方が打ったもの。でもその場で手打ちで打ってるものなので。で自分のそばどうしたの？家で食べました。どうだった？美味しかった。本当？なんで？ちゃんと自分で美味しくできるの、あれ？できますよ。あ、じゃあ作ってみたいな。ぜひぜひ。何だってさ、そんなに練るのも大変なのに、ある程度その食べれるぐらいのところまでやれるんだ。でもそんなに力はいりますけど、そんなに難しくはないですよ。丁寧に教えてもらえるんで。なんかそばが打てる人って素敵ね、なんかね。あ、いやいや。だってみんな打てないでしょ。打ったことある人いる？ほら、あれ結構いた。打つか。打つの？やったことあります。自分家で。はい。へー、あら、やっぱり手作りうまい。味は美味しいです。うん。見かけがさすがにうまくできないんで。切るとかね。そうなんですよ。確かに切るの難しそうだったね。
でも褒められちゃった。褒められちゃったって言ってたけど、なんか画面上では褒められてなかった。いやいやいや、ふかしいみたいな。いやいやいや、なんかあのアクション見ちゃったけど。本当。さあ皆さん質問いかがでしょうか。お、出口は。何時間ぐらいそば打つのってかかるんですか。そうだね。だいたい1時間ちょっとぐらい。最初から切るまで。切るまでってことは、あの水と粉で混ぜるの。あれが意外と時間かかるんですか。やっぱり時間かかる。固まんないんだ、なかなか。なかなか。はあ、やっぱ1時間かかるって。他には。お、水木は。あの女王様の襟元が気になりませんでした。なんで？なんか作るって分かってるくせになんかふわ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 してたから、ちょっと不衛生。衛生的にね。かなって。だって寒かったんだもん。脱げばいいじゃん。寒かったん、あ、寒かったから脱げないでしょ。そうね。ね。まあ正直、まあ自分が組んでね。ねえ、まあ、そういうことでしょうね。これやっぱ人にねお出しするとしたらやっぱりそのふわふわね。そりゃそうですよ。見てますね。可愛いからいいじゃん。え？可愛いからいいじゃん。可愛いからいいじゃん。いいわけないじゃん。こう食べるものなんですから。そこダメです。そうですね。水木に一リングあげてください。衛生的なところ見てたな。正しいレポートですね。これ。ああ素晴らしいですね。他には、あ、復活は。そば粉とか道具とかを自宅でやるために買えるんですか。そば粉は売ってるんですけど、道具はそこでは売ってないので、まあ、各自。まあでもね、お道具屋さん、まあ、そういったとこ行けばね、ありますよね。そば粉はあの松本市から直送のすごくいいそば粉なので、ぜひ。松本市って言ったら長野ってこと。長野ですね。要するにそこと姉妹都市になってるんだ。そうなんですよ。はあ、仲良しで。へえ。ってことはこの神奈川県にもいろんな市がいろんなとこと姉妹都市を、そうです、結んでるんだよね。藤沢市は他にもマイアミ市とか韓国のポリョン市とか。あ、1個が1個だけが姉妹都市じゃないんだ。そうじゃないんですよ。でこのサムエル・コッキング園の中にこの松本館もあるんですけど、他にもあのそのこの園内にそのマイアミビーチ広場とかその韓国のポリョン広場とかもあるんですよ。調べてきてるね。え、今のはいい情報だわ。やった、うん、俺知らなかった。1個につき1個なんだと思ってた。そんなことないですよ。だからそういう交流って何がきっかけでどうなるのか知りたいね。そのなんでじゃあ松本市と、ね、いきなりその手を結ぶことになったのかとか。松本市とは海と山の関係っていうので、あの江ノ島はやっぱり藤沢市は海じゃないですか。で松本は山で、海がなくて山がっていうことで。調べてるね。すごいすごい。おお、じゃあもう一個もう一個、あのマイアミビーチとなんでマイアミ市と仲良しかっていうのは、藤沢のあの海岸の警戒とマイアミのビーチの警戒が似てるから、それでビーチつながりで姉妹都市。すごい。すいません、マイアミにロケ行きたいとか言い出さないでくださいね。行きたい行きたい。自腹でお願いします本当に。はあ、他には。あら、宮前様。あのそば体験をするのに持っていかなきゃいけないのはエプロン。おうおう、こっちでね、必要なもの。エプロンと三角巾。三角巾。やっぱり清潔なこと考えてんじゃないかよ。ふわふわダメだよ、ね、三角巾にふわふわって。じゃあそれだけです。はいはい、宮前さんも行ってみてくださいね。はい、わかりました。満点プレゼントしたいと思います。あ、やった。サンリングです。すごい、やった。ありがとうございます。いいよ、すごい、よく調べてたね。木村さん、ありがとうございました。